ああ、久しぶりのお休みだ。連続勤務してたが新鮮に感じるな。たまには公園でベンチに座ってゆっくりするのもいいですね。おや、あれは。お、こんなところに昆虫発見。いただきま。え、食べるんですか。カンさん。この間バーで二郎系ラーメン一緒に食べましたよね。ああ、はい、あの時はたまたまボイボリョウで会い、ノリでバーに行きましたもんね。そうでしたね。で、なんで昆虫を食べようと。いや、自分のアモットなんで草や昆虫とか食べますわ。エモズンだもんからは人って言ってましたよ。まあそうなんですけど、体はマーモットなんで本能的にうまそうに見えるんですよ。そうなんですか。解剖して似てる。なんか寒気が走っちゃった。私今日久しぶりのお休みなんですけど、一緒にどこかに食べに行きませんか。自分別にいいんですけど、他のボイボリョウの方と一緒に行かないんですか。最初誘おうと思ったのですが、なんかバイトとかあるみたいで都合が合わないんですよね。へえ、みんな忙しいんですね。今お昼ですし。そうですね。喫茶店はどうですか。ああ、いいですね。行きましょうか。あ、その姿だと飲食店的にはちょっとやばいんじゃ。大丈夫っす。この姿でも問題ない店知ってるっすよ。そうなんですか。まさか動物園ってオチじゃないですよね。なわけないじゃないっすか。あははは。なんだ違うのか。こんなところに喫茶店あったんだ。ここのマスターは官僚ですらだらだ関係なく受け入れてくれるんですよ。まるで異世界食堂ですね。何え、予想。どうしたんすか。まさかラーメンとかじゃないっすよね。そのまさかなんですが。あるんだ。期間限定二郎系ラーメンがすごく気になる。メニューのガラスきえぐいな。ウィスクさんは何がいいですか。カツサンドがいいっすね。じゃあ決まりですね。すいません。はい、今行きます。お待たせしました。であれ。はよさん。あかりさんじゃないですか。あの時は見ていただきありがとうございます。いえいえ、仕事をしたのでですよ。知り合いなんですか。私花粉症だったので、はよさんに見てもらったんです。へえ、そうだったんですか。ここでバイト。そうなんです。時給が良くてつい。あるあるですね。自分カツさんの一つ。私は期間限定二郎系ラーメン一つお願いします。はい。二郎系ラーメン一つとカツサンド一つですね。注文お願いします。地面一丁カツさん一つお願いします。地面って訳すんだ。初めて聞きました。気になってたのですが、声色インクって一体何人ぐらいいるんですか。ボイスボックスより多いって聞きましたけど。そうですね。新しく入った人が多くてボイスボックスより多いですね。ケースボイじゃないですか。ただ全員名前を覚えるのが大変でちょっと苦労するんですよ。なるほど、それは大変ですね。それにしても期間限定二郎系ラーメンってなんですかね。そうですよね。期間限定の言葉に弱くてつい。お待たせしました。期間限定二郎系ラーメンとカツサンドです。きたきた。うわ、美味しそう。食べ応えありますね。全部食べられるかな。いや、でかくね。でかすぎだろ、おい。あかりさん、これは。いや、よくあるじゃないですか。ほら、米田式の逆写真詐欺。写真ねえんだよな。逆もクソもねえわ。期間限定って量の多さだけなんですか。いえ、肉にクジラとカモのチャーシューを使ってるんです。それはまだ豪華ですね。しかしこれ全部食べられないような気がするな。リスクさんは。自分ならいける、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 自分ならいける。じゃああとは頑張ってくださいね。あ、そうそう、ちなみに残すと3万円罰金です。おい、マジかよ。終わった。ありがとうございました。またお越しください。もう食えねえ。私もなんとか調達できたわね。手伝ってくれてありがとね、うさぎ。いえいえ、これぐらいなんともないですよ。ただいま。お邪魔します。あら、二人ともお帰りなさい。お帰り。カピバラの人。いや、違います。てか二人とも顔色悪いわね。ええ、ま、ちょっと食いすぎたもんで。食べられなかった分分けて食べました。あ、そうなの。っていうか聞いて、近くのスーパーにうさぎと出かけたんだけど、なんと半額セールだったの。それでね、なんと二郎系ラーメンの食材を買ってきたわ。70% オフだったんだけど、1人4つまでだったのだからね、うさぎにも手伝ってもらってたくさん買ったったわ。しかもポイント5倍デーでめっちゃ反抗してもらったのだから、景品交換しようと思って何にしようかなって悩んだんだけど、チャンネル登録と高評価よろしくなのだ。よろしくね。